皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はオリンパスのハーフサイズカメラ、オリンパスペン EE の紹介と使い方について話します。ハーフサイズカメラっていうのは 35mm フィルム、つまりこういうフィルムですね、を使って普通の 35mm のフィルムカメラの半分の画面サイズで撮影するっていうもののことです。画面のサイズが半分なので36枚撮りなら72枚みたいに2倍の枚数撮影できますね。いわゆるハーフサイズカメラっていうジャンルを切り開いたのがオリンパスペンシリーズなんですけど、最初の機種が1959年の初代オリンパスペン、それから私の YouTube チャンネルでは1960年に発売した上位機種のオリンパスペン S を紹介したことがありました。今回紹介するオリンパスペン EE は1961年に発売したカメラなんですけど、まずカメラの特徴から話していきましょう。今映ってる私のオリンパスペン EE はいつものように自分で分解したものなんですけど、塗装が剥げてたり凹みがあったり、まあちょっと状態は悪い感じですね。さて、このオリンパスペン EE が初代のオリンパスペンとかオリンパスペン S と違うのが自動露出のカメラだってことなんですよ。シャッターや絞りといった露出を手動で設定することなく押すだけで写真を撮ることができるというわけです。まあ今でこそ自動露出っていうのは当然の機能となってますけど、そういった機構が出始めた時期の機種ということになりますね。この自動露出、セレン受光素子っていう一種の太陽電池を使った形式になります。レンズの周りに透明なプラスチックの部品が見えますけど、ここが光を感じる部分で、プラスチックの奥にセレン光電池が収められてます。この部分に当たる光の強さによって発電される電流が変化するんですね。そうするとその値によって露出を調整することができるというわけです。分解するとこんな感じです。ご覧のように右側にあるセレン受光素子に光を当てると矢印の部分にある針が動いているのがわかります。この左右に動く針、この動きによってシャッターと絞りを変化させるわけです。なんですけど、針の位置をシャッターや絞りに伝達する方法っていうのは機械的なものなんですね。シャッターボタンを押すと銀色の部品が持ち上がります。今映ってますけど、そうすると針を挟み込んで固定するんですね。で、この銀色の部品には段がついていて、微妙に銀の部品が止まる位置が変わるんですよ。この止まる位置の変化によって、シャッターとか絞りの設定が変化するというわけです。これ、写真愛好家は、加え込み式の EE とかって呼んだりするんですけど、この方式、主に1960年代から1970年代にかけて広く用いられました。ちなみに、このオリンパスペン EE みたいなセレン受光素子を使った自動露出は、セレン自体が太陽電池なので、その他に電池を入れる必要っていうのはないです。それから、このオリンパスペン EE は、ピント合わせもいらないです。ただ、こっちはオートフォーカスってわけじゃなくて、単にピントが固定になってる、つまり調節できないようにしてるんですね。ハーフサイズカメラっていうのは、レンズの焦点距離が短くて良いので、被写界深度が深くて、要するに見かけ上、広い範囲にピントが合うように見えるんですね。そのことを利用して、下手にピントを合わせようとして失敗するよりも、主に、例えば人物を撮るときに、大体いい感じになる位置にピントを固定しちゃってる、そういう構造になってます。自動露出と合わせて、初心者が使うことを前提とした割り切った設計ということになりますね。なので、巻き上げと巻き戻し以外は、本当にシャッターを押すだけ、とても操作が簡単なカメラです。その他のスペックは、レンズは D 随光 2.8cm、F3.5。これは一番最初のオリンパスペンと一緒ですね。それから、シャッターは初期型が60分の1秒だけ。途中、昭和37年かららしいんですけど、30分の1秒と250分の1秒の2速の切り替え式になりました。これも自動で切り替わります。それからフィルムの感度の設定範囲は ASA10 から ASA200 までです。それから裏蓋は取り外し式です。ということで、オリンパスペン EE の特徴を見てきたわけですけど、今度は使い方について話します。まあ、話してきた通り、押すだけで OK っていうカメラなので、フィルムカメラとしてはかなり使い方が簡単な部類です。ただ、古い機種なので、フィルムを入れるところだけはちょっと慣れがいるかもしれないですね。では、見ていきましょう。まず、フィルムを入れます。オリンパスペン EE で使うのは、最初に話した通り 35mm フィルム。こういうフィルムです。感度は、今売ってるものだと ISO100 か200のものを選ぶといいでしょう。
よく初心者向けで感度の高い ISO 400が勧められるんですけど、このオリンパスペン EE は感度設定が ISO 200までで400には対応してないんですね。ただ400を入れてしまっても1段オーバーっていうちょっと明るく映る状態になるだけで、まあ入れて映らないってことはないです。厳密にはちょっと明るすぎってなる可能性があるんですけど、1段ぐらいなら実用上問題ないんじゃないかなと思いますね。さてフィルムを入れていきます。カメラの底にあるノブを起こして反時計回りに半回転します。これでロックが外れます。そしたら裏蓋がスライドさせて外れます。そしたらフィルムを左側に入れて先端を引き出します。引き出した先端を右側にある巻き上げの軸に差し込みます。うまく差し込めたらフィルムの穴がスプロケットギアですねと噛み合っているかを確認して一度巻き上げてみます。うまく巻き上がってるようなら OK です。裏蓋を閉じます。閉じたらノブを時計回りに半回転して裏蓋をロックします。さて裏蓋を閉じたら巻き戻しクランクを時計回りにわずかに回してフィルムのたるみを取ります。 2,3 回巻き上げてカラシャッターを切ります。この時巻き上げた時に巻き戻しクランクがこうやって反時計回りに回っていればうまくフィルムが装填できています。もし回っていない場合フィルムを入れるのに失敗している可能性があります。次にフィルムの感度と撮影枚数を設定します。まず感度なんですけど、レンズの周りの黒いリングで設定します。 ISO 100のフィルムの時は100に、 ISO 200のフィルムの時は200にします。もし ISO 400のフィルムを入れてしまった場合なんですけど、少し明るく映ってしまいますけど、200の数字に設定すると、まあ、映らないことはない状態になりますね。それからフィルムの撮影枚数なんですけど、このオリンパスペン EE のカウンターは手動で設定します。カウンターの数字の真ん中にギザギザした金属の部分がありますけど、ここを親指で回すとカウンターの針が回転します。この針を数字に合わせます。合わせる数字なんですけど、撮影枚数は普通の 35mm フィルムカメラの2倍になるので、36枚撮りフィルムを入れた時は72に、24枚撮りフィルムを入れた時は48に設定します。このカウンターなんですけど、大きい数字から小さい数字にカウントダウンしていく方式になってます。なのでそのフィルムで撮れる枚数に最初に設定するということですね。これで撮影の用意ができました。撮影していきましょう。操作は裏側のノブで巻き上げてシャッターを押して撮影するだけです。巻き上げの方法は映るんですと一緒ですね。ファインダーなんですけど、覗くと白い枠があります。この枠の内側が大体の映る範囲になっています。多くのハーフサイズカメラは普通に構えると縦長の写真になります。もし横長の写真が撮りたいときはカメラを縦に構えましょう。さて撮影しているとシャッターボタンが押せないことがあります。ファインダーの中に赤い表示が出て押せなくなるんですね。これは暗すぎて撮れないっていう表示です。赤い表示が通称赤ベロと呼ばれています。これはカメラのレンズやシャッターの性能上の限界なので撮ることはできないです。一応ストロボを取り付けて撮影することもまあできるといえばできるんですけど、このカメラは初心者がストロボを使うことを前提とした構造にはなってないので、初めて使うという場合、基本的にはこのカメラは昼間屋外専用のカメラだと思っておくといいでしょう。最後に巻き戻しとフィルムの取り出しです。フィルムカウンターがだいたいゼロになると巻き上げノブが重くなってそれ以上巻き上げられなくなります。フィルムを1本取り終わったっていうことなので巻き戻します。巻き戻しは巻き戻しクランクで行います。カメラの底にあるボタンを押しながら巻き戻しクランクを時計回りに回していきます。巻き戻しクランクが軽くなったら巻き戻し完了です。フィルムを入れた時と同じように裏蓋を開けてフィルムを取り出します。これで撮影の一連の流れは終了です。取り出したフィルムは早めに現像に出しましょう。それではオリンパスペン EE で私が撮影した写真を見ていきたいと思います。使用フィルムはコダックゴールド200です。はい、ご覧のようになんだか懐かしみのあるような雰囲気になりましたね。良い意味でフィルムらしい写真というか、総合的には決して全てのカットが写りがいいってわけではないんですけど、もしかするとこういう写真の方が今フィルムカメラを始めたいという方にとって魅力的なんだろうなと思います。
それでいて、レンズ自体は初代オリンパスペンと同じくコストのかかったものなので、こうやってピントがバッチリ合う撮影距離だと結構シャープな写りを見せてくれます。どうしても画面サイズが小さいので、カラーメガだとちょっと粗さも目立つんですけどね。今回撮影した写真はスナップ中心ですが、やっぱり撮影距離は人物を撮るくらいだとピントがあってよく写るっていう印象です。周囲の明るさにもよりますけど、だいたい2メートルから4メートルくらいの範囲というところでしょうかね。まあ、ちょっと小難しい感想ばっかり話してきましたけど、とても雰囲気のある写真が簡単に撮れるカメラだと思います。もちろん、フィルムカメラは露出とピントをきっちり合わせてこそのものだっていう意見もその通りではありますけど、フィルムの写真そのものを初めて使うという方にとって、小さくて簡単で、そしてちょうどいいレベルの偶然性がある。こういうカメラの方が魅力が伝わるのかもしれないなと思いました。操作が難しいカメラには後から挑戦することもできますしね。さて、そんなオリンパスペン EE を買う場合、特に製造は終了しているので中古になるわけですけど、初めてフィルムカメラを触る方、初心者の方は、まあ、分解整備されているものにするのがいいと思います。よくメルカリとかヤフオクだと赤ベロが出たみたいなことが動作確認のように書かれてますけど、正直赤ベロが出るか出ないかは状態の良し悪しとは関係ないので、分解整備されてるかされてないかの2択になります。分解整備されてるものにしましょう。まあもちろんカメラについて詳しく知ってる方が分かって買う分には問題ないです。それからここまでオリンパスペン EE について話してきたんですけど、実用する上では、実はその後に出た後継機のオリンパスペン EE2 とか EE3 の方が使いやすいです。というのが、フィルムの感度が ISO400 に対応していたりとか、裏蓋が取り外し式じゃなくて開閉式に改良されてるんですね。それからフィルムのカウンターも手動じゃなくて自動でゼロに戻るタイプになっています。オリンパスペン EE 系統のカメラというのは結構数があるので、解説欄にオリンパスの公式サイトへのリンクを貼りました。興味のある方はそちらの関連記事を見てみてください。というわけでオリンパスペン EE のお話でした。オリンパスペン EE は構造がシンプルで中古も豊富、それに修理屋さんがちゃんと整備したものも比較的手頃な価格で入手できます。なので初めてのフィルムカメラにうってつけなんじゃないかなと思います。ありがとうございました。オブスクラでした。